い、どうもこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト9実況プレイ続きやっていきたいなと思います。すいません、ちょっと起きたてなので寝起きなもので、まあちょっと喉が開いてないんですけども、皆さんよろしくお願いしますさあ、ということでですね、でエラフィタという町がありまして、なんだっけ、おばあちゃんがなんかいいんだっけ、祖父だかなんだかおばばがいるんだよね、ここにね。ということで早速行きましょう。の前にちょっと、そう、お金があるんでね、なんかちょっと、あー、また来た、盾とかある、うわ54高い、守備力、ガード率、待って横行くと金の、あー待って、ちょっと、わ、防御力ちょっとだいぶ上がるじゃん、レーザーマント。まあ、そんなに言うほどそんな言うほど丈夫の皮で、うん、巻きつけただけの簡単な固定、あー結構でもあるね。待って、35、器用さか、めちゃめちゃ上がるやないかこれ。どうしよう、ブルーガード、ガード守備力か、ウサギのお守り、素早さだって、あこれいい、でもちょっと高い、ちょっとお金稼ぎちょっとあれなんじゃない、これこれ3ついくか、1、2、3つ、わーお金がなくなるお金がそんな、いや待って、これやめるか、ちょ待って、どうしよう、川の帽子か、ここらへんちょっとレザーマントはいいかもね、これ3つ買うか、これポンポン3つ、オッケー。あーなんか久々になんかさ、お金稼ぎしたいゲームだないやほんとお金稼ぎがっつりした、レザーマン、また見た目変わったぞ今、これ見た目変わったね、オッケー。ちょっと待った、どうなってんのか、なんかポンって、いや頭の装備をさ、ちょっとどうにかしたくない、クソほどダサいじゃんダサいもうクソほどダサかったじゃん、頭なんかないかな、木の帽子、あった、これか、これ2個ぐらい買えるね、2個買います、はいはい、ちょ買いましょう、46しかならないけどね、6回して買わないけど、木だから茶色だから変わんのか別に、ちょ待って、はい装備していきます、でこっちね、 OK ちょっとなんかやっぱ茶色から茶色に変わったところで何も特に何の見た目そんな変わんねえっつ、待って、ちょっと見てみよう、見てみよう、強さ見てみよう地味だな、やっぱ茶系って、茶色、またマントも茶色かよっていうね、茶と茶、この髪、木の帽子、だから切り株を切り抜いただけなのかなっていう、むしろじゃ、なんか逆に重くねっていうちょっと、いやちょっとやっぱね、見た目、赤の装備とかやっぱ派手なやつはあれじゃない、後々出てくるんじゃない、まあ、さあということで、まあ行こう、で情報収集しましょう、まずは、キャハハ、待って、お姉ちゃんお城がから来たのって、私のおばあちゃんね、昔お城で姫さんのお世話をしてたんだって、それでねって、今は私のことお姫様みたいだねっていうの、どういうこと、うんうん、めちゃめちゃ怒ってるやないか、めちゃめちゃ怒っとるやないか、はてあんたみてえな若いもんがこだった場所に何しに来ただね、ほうほう、この地に伝わるわらべ歌を聞きに来たっちゅうんか、そうでございます、そんなら綱のばあちゃんにお願いするんが一番だべって、村を代表する歌の名手だって、綱のばあちゃんどっち、いや違う、綱はあれか、食べる方がどっちでもええわ、どっちでもええわ、ちょっと待って、これか、ばあちゃんを探せってこと、フィオネ姫様のばあやを探してるって、そりゃあたしのお母さんのことだねって、城に仕えたそのばあちゃんといえばこの村で有名だよって、今は村の奥にあるクロエさんのところへ遊びに行ってるはずだから、そっちに顔を出してみて、クロエば、クロエさん、クロエさんこれ発音って永遠の課題だよ発音はそうだよね、クロエさんどっちだ、待った、ここにはこれが最初だね、待って、ごめん、奥って言ってたけどさ、ここさ、この真ん中なんだろうね、これね、ほら、あっちじいちゃんもいる、あ、なんだろう、なんだここ、こんなホラー穴みたいなとこですが、ここは私の意思で、すいません、なんだここって、すいませんでした、お金がないって辛いですけど、貧乏には負けません、でもちょっとくじけそうで、こんな悲しい私を応援していただけませんでしょうか、どういうこと、お金をくれとは言いません、応援してくれると、その気持ちだけで私は頑張れると思うんです、お金だろう、だから金だろう、あっ、なんかこういうタイプのこともあるの、青さんは新たな仕草、応援を覚えただって、
こんな私を応援してくれるなんて、あなたは天使のような人だって、元ね。いや、元でいいのかな、わかんない。元じゃ、いや、今は天使なのかな、これ。ありがとうございました。大丈夫、私頑張ります。よっしゃ、任せろ。あ、仕草もらえた。ラッキー。やばい、こういうこともあるのか。仕草登録。バイバイ。こける。座る。応援。どういった?こんにちは。座る。あれ、応援がなくね。あった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 。あったあった。行こう行こう、見てみよう。応援そう、応援か。あ、チアガール的な感じ。チアガール的な感じですか、今の。あっちになんかじいちゃん、うん、村の奥って言ってたかな。奥って言ってたよね。奥だから、ここがあれなのか。まあ、マップがすでにあるから、ちょっと待って。これは誰だ。旅人さん、かいち、せっかくエラフィタに来てくれたんだ。この御神木を拝んで行ってくれよって。この木はね、何百年も昔からここの村人たちを 見守ってきたのさ。なんともでっけえ話と思わねえかい。見たいんだけど、なんかあんのかな。なんか言うほどでかいのかちょっとよくわかんない。なんか変な形じゃねなんか変な形だな。これなんか、この御神木なんかあんのかな。キャン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 、あ、キャンキャンタイプ初めてね。キャンキャンタイプのワンワンは初めてじゃない。スナちゃんが遊びに来てるから、うちの中が賑やかじゃわい。わしはこんなとこにいるのは決して追い出されたわけじゃないんだよ。なるほどね。おばあちゃんたちから追い出されたってことね。さあ、こっちは何もないね。仕草とかもらえるんだね。あ、待った。なんか地下室みたいなのある。あ、なんだろうこれ。これなんか絶対あるだろう絶対これあるよね。これなんかあるな絶対なんかあるよね。今のはなんかあると思うんだが。さあ、イベント始まった。もうソナちゃんったら、また昔の話を持ち出して。クロエちゃん、私はね、あんたのこと羨ましく思ったもんだよ。おや、顔がちょっとリアルだな。ちょっと左のばあちゃん、ちょっと目が真っ黒でちょっと怖えんだが、怖くなかった今ちょっと。あらあら、お客さん、どうぞこちらにいらっしゃって。さあ、またまずは壺を割ると。壺は4ゴールド。そして本棚が、月刊石の友と書かれた本がある。おお、青さんは手に取って読んだ。月刊石の友第28号の特集、世界の石切りの場を訪ねて人気の世界ベスト、うん、100発表なんだよ、何の話これ。だからどういうこと。石の友、石切り場を求めてどういうことだろう。でもって、何もないね。話してみよう。私がフィオーネ様のバーヤーをしてたも、あ、こっちだ、こっちの人だったわ。一体何用ですか。小さい頃は姫様に歌ってあげたわらべ歌を聞かせてほしいとな。はい、いいですとも、いいですとも。なんだ、それじゃあクロエちゃん、愛の手お願いしていいの。いや、そのまあ、まあ、がっつり歌うんだながっくり、あ、ざっくりじゃないよ、あの、がっちり歌うんだな。黒バラわらべ歌、お安いご用さ、それじゃあ行くよ。よいよいよいとな、闇に潜んだ魔物を狩りに、黒バラの騎士立ち上がるおやめてください。見事魔物打ち下ろせば、白百合姫と結ばれ、ちょ待った、ほらなんか言ってる。黒騎士、見事魔物と打ち、魔物打ち滅ぼせば白百合姫と結ばれる。騎士の帰りは待ちかねて、城中みんなで宴の準備。ああ、そうれ、それから騎士様どうなった。ん、北行く鳥を伝えてくれ。ルディアノで待つ白百合姫に黒バラチッタと伝えておくれ。北行く鳥を伝えてくれ、黒バラチッタと伝えておくれ。どういうこと。男、こんな感じだか満足してもらえたかね。ところで、こんな歌はどうしてわざわざ聞きに来たんですか。ここルディアナナタという国のありかを知りたかったと。ならばポイントは北行く鳥よのフレーズですね。だって鳥に、歌に出てくる鳥と同じように北に向かってみてはいかがでしょうか。なんかヒントもらったね、ヒントもらったね。魔を倒すべくして城を出た騎士とその帰りを待つ姫様のお話がわらべ歌の元になっているのよって。結局騎士は帰らず、二人は永遠に結ばれることはなかったので、切ない話よね。それにしてもサナちゃんと二人でわらべ歌を歌うなんて何年ぶりかしら。うふふだって、ルディアノという国を探すなら北行く鳥のフレーズがポイントだと私は思いますね。なんなら来ればもう一回歌ってくださいお前が歌うんかいってやつだったから
はい、お願いです。ちゃんと聞こう。よい。闇に潜んだ黒魔物の狩りに黒バラの騎士立ち上がる。見事魔物を打ち殺せば白百合姫と結ばれる。騎士の帰りを待ちかねて白順みんなで宴の準備。ああそれから騎士様どうなった。北行くとに伝えてくる白百合姫の調べ。白百合姫に黒バラを散ったと伝えて上。これでいいのか。じゃあ北に行けってことね。よし北に行こう。陽気に歌ってる場合じゃない。歌ってる場合じゃないよって。すいません。じゃあすいません。それ今のは反省しましょう。じゃあねもって北に、ここからまだ北に行ける道があるの。あ、ま、なんか始まった。誰か助けてくれ。誰だ。おお、また出てきた。お前出てくんのかい。またうひゃー来た。ひえお助け。キコリはなぜ逃げる。私は話を聞きたかっただけだ。お前には何もしない。安心しろ。レオコーンまた来た。お前仲間になれよ。絶対仲間になってほしいんだけど。嘘つくでね。ほら森の中であんたのことを探してる女の魔物に出会った。森の中であんたのことを探してる女の魔物に出会った。だって真っ赤の目を光らせながら我が忍べ黒い騎士を見なかったってよ。だってあんたあの魔物のしもべなんだろ。この私が魔物のしもべだと。何をバカなことを。来た。そなた確か青さんと申したな。普通に読んだな。お前普通にお化けとかそういうカテゴリーだとか、お前普通に出てくんだな。なぜこのような場所にいるのだ。いやあなたのために来たわけですよ。そうか、ルディアノの王国の手がかりをこんな私のために。すまない。それで何か分かったのか。普通に話すのか。普通になのか。俺以外のやつにも全然見える存在なのね。黒羽の騎士、確かにルディアノではそう呼ばれていたが、ん？そなたがなぜそれを。何？私のことがわらべ歌になっていただと。どういうことだ。私がおときの国の住人だとでも言うのか。北行く鳥、わらべ歌にあった手がかりはそれだけか。よかろうならば北行く鳥を追うことにしよう。真実をつかむためにな。いや一緒に行こうや。乗せたれよ。また出てくんのか。あれ普通に出てくんのか。ほら嘘ついてねえだ。森の中にあの黒騎士を探してる女の化け物に会ったんだよ。そんな騎士を知らんちゅうたらな、北の空飛んでいっちまっただ。おねげだ信じてけろ。空を飛んでいくってどういうこと。姫様のことなのかな。だからわしは怖くてしばらく動きそうにねえだよって。ガクガク。オッケー、よし行こう。ずかずか北に行けっつったな。まだごめん、普通に敵が出てきた。普通に敵が出てきた。これ前回のやつですね。ただ作戦外ですね。ちょっとバッチリ頑張るぐらいにしときましょうか。なんかその赤い目をした女ですか。ちょっと怪しいですよね。で怪しいっていうかちょっと怖いなと。もしかしたらボスの可能性もあるじゃないですか。おっとレベル、バギーの呪文覚えた。それ旅芸人あるバギー覚えんだな。3で持って、ま、剣でいいね。まだか。28ゴールドゲット。もうちょっとお金欲しいね。で、持って、北だからこっちでいっぱいおるけども。あ、毒の沼だ。これあれだよね。ブラウニー師匠だよね。大木槌ブラウニー来たー。師匠来たー。本物の師匠来た。23。23、18。あ、やっぱ強くなったね、ちょっとね。ナイス。いいね。それいいね。二人ともいいね。全身力を貯めてる。やめて。ちょっとやめて、それ。23、OK。さ、経験値いくつ出る？あー、いい。おー、結構もらえるね。絹のローブ。あ、待って。なんかちょっとそれ、なんかいい感じのやつ出てきたような気がする。装備。青さんじゃないな。絹のローブはちょっとさすがに装備できないんじゃない？で、Y か。レザーマントしちゃったよ。攻撃魔力が上がるのか。じゃあ、こっちにするか。ね。じゃあ、ちょっと攻撃魔力で装備。あー、待って。ちょっと可愛くなった。あー、なんか一番見た目良くなってね。ちょっと、一番今まで、あ、指輪だ。な、金の指輪とかあったんだよね。忘れてたな。まあいいや。どっちだ。北行けって言ったから北でいいのかな。あ、やっぱ、おお、普通に襲ってくる、ここ。ちょっと待って、見た目がいい子が一人できたわ。ちょっと待って、黒さんだよね。あれ、どっちだ。赤さんに装備させた、俺。待った。ちょ待って。攻撃魔力関係なくね。
赤さんに装備させた。ちょっと待って、終わったからもう一回調べよう。よし、行きます。戦う応援、待って、オッケー。普通に攻撃しよう。パンチ23。どうしようかな、素早さ上げた方がいいのかな。やっぱり先制攻撃できるいけないってでかいよね。あ、12。待った、違うな、黒さんに装備させなきゃダメだな。あ、なんかちょっと見た目が変わるの可愛いからいいよね。あんまり俺あんまりね、グラフィックとかあんま気にしたことないんだけど、ドラケ1から始めてからなんだと思うんだけど、ちょっとなんかこういうのが嬉しくなんか感じるよね。キリュのローブじゃない、こっちの子じゃないわ、こっちね。装備申し訳ないんだが、でこっちね、黒さんです。黒さんに攻撃魔力洗うから、うわ、36めちゃめちゃ下がるな、めちゃめちゃ下がらない。なんか、うん、5ってなんかでかくねえか、うん、でかいよな、やめとこ。5ってでかくね、5ってでかくね、5はでかいな。あれどっちだ、こっちか。さあこの先に何がある、あ、なんか持った敵がいる、新しい敵だ。なんか上の方にモヤモヤしてるとこがあるね。さあキズモが現れた特技、オッケー、ドーメラボス戦っていうか、そのなんか赤い目をした女っていうのがちょっとなんか引っかかるね。多分それはちょっとなんか魔物臭いじゃん。あれお姫様のことなのかな、それか普通に考えるとお姫さん。うわー、なんかちょっと待って、これなんかここに来てから、おーっと、マットオックス、かっこいいなこいつ。うわ、13強いな。シャドウ、オッケー、28、オッケー、21、おー強い。思ってた以上に強ないか、13、オッケー。やっぱこれ4匹ぐらい出てきたらやばいな。経験値17か。まあレベル上げ程度でと思っていけば、これ誰だお前、リリパッドか、パッド的な毒やつ。いや、またキアリ覚えたよね、キアリ覚えてるか出てたよ。22、俺この戦闘好きだわ。14、オッケー、弱いな。あー、でも15も入る、15も入ってる。さあでもってどこに行けばいい、もうやばい、ちょ待って、あれマップで言うとこっちなんだが、オッケー、あ、毒の沼を越えていけってこと。師匠来た、毒の沼を越えんのか。あのなんか上のところにさ、地図にさ、モヤっぽいとこあったじゃん、あれも確実にあそこだろうな多分。15、さあ経験値、さあレベル10になった、ナイス。パラメータがそれぞれ上がった。さあ何にあげましょう。あれスキル来ないのか、毎回来ないの。あ、いた、こいつ今待ってたな。待ってたよね、待ってたよ今。特技なんもないんだよね、ドラゴン系にだけだから。できたらあれが欲しいんだよね、なんかハヤブサ斬りみたいな。ね、強いの欲しいよね。いやでも岩石欲しい、岩石落としいいよね、早く欲しいよね。まあ、どんだけ強いかわからないけど、ちょっとわかんないけどさ。待って待って、でもってここのマップちょっと、うわー、待った、外国通機しか、そんなんだよね多分ね、骸骨か単純に。あ、頭投げてくるやつや。頭最新投げつけた、39。あれちょっと待って、今会心の音だった、特技にも会心とかってあんの、あるってこと、今会心だったよね、これ真ん中。おて、あ、ま、お、めっちゃ来た今。さあどっちだろう、なんかマップのさ、この真ん中のさ何も映ってないとこあるじゃん、あれがちょっとなん、俺だから今思ったんだけど、そのなんか言ってた国あるじゃん、そこ滅びたんじゃない、なんかの何かがあって滅びて、なんだろう、亡くなったことにテンションが上がった。待って、大丈夫、はい、20、 OK、 なんかがあって滅ぼされちゃったんじゃない、多分わかんないんだけど、夢、何、夢見の花、なんかで今出たよね、なんだ道具、なんだこれか、なんだこれ、敵に使うと一体の眠るさす安入りな花だって、力の種、まあ種はね、また今回。さあ小さなメダル、メダル王はどんなのかな、どんなのかな、まあまあいいや、キメラの目覚めの花、
仲間一人目覚めさせるカラフルなキメラの翼。こんなもんか。よし、いや、大丈夫。よし、紹介。根元。わー、なんかある。悲しい音。ほら、絶対なんかあったんだな、これ。滅びてるやん。あ、滅ぼされてるやん。あ、また、階段があった。おー、いた、お前、またおんのか。こっち、普通にレギュラー化してきたぞ。普通に。これが、ルディアの城だというのか。私は城がこのようになるまで一体何を。てんてんてん。メリア姫は。メリア姫ー。なんかちょっと滅ぼされた理由でもあるんじゃなかろうか。あー、敵が普通にいますね。あ、なんかいる。なんかおる。これなんだっけ、あのちっちゃいあのゴブリンみたいになったら確か。シールド小僧か。シールド小僧だっけ。 MP ちゃんと残していかないと。ヒャド32。あ、一撃で魔法強いな。今回魔法も全然強いね。必殺ゲージ。なんで今キラリとかわした。9。やめてくれ。 OK。 7。おいで12。よしよし、すごいな。縦越しに殴るってなか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 だな。ちょっとで、どこだ。あー、待った、宝箱がある。うわ、なんかいるね。うわ、なんかすごいことになってない。キメラの翼。なんだここ、なんかあったんだな。どの本もボロボロで、まともに読めそうなものはない。それはないだよね。なんか荒れ果てたっていう感じではないよね。なんか敵襲を食らったみたいな、そんな感じしない。すげー、雲殴ってる。あいつ能力者やな。能力者。お前ただ能力者だな。オッケー、レベル上がりそうな気がする。あ、上がんねえか。これどうだろう、階段が見えるから階段からどっから入るんじゃないのかなと思うんだよね。あった、布の服。どこだろう。どこでもいいから一回入ってみる。あー、いける。地下。うわ、すんごい惨劇なんだけど。あ、なんかいる。これあれだよね、あのビルダーズの、あ、メーダーだ。ビルダーズの姉子が嫌いな。またここ結構敵強いんじゃない。ここちょっと敵強そうだね。レベル上げ、ここ結構。おお、一撃で終わらない。はい、石投げる。 OK。 16。一回一回あれだね。おっと、13。まあそんなにめちゃめちゃ強いかって言ったら敵も強くないんだけど。おーっと、レベル上がってる。いいね、これ上がるの早いの好きだわ。72ゴールド。ただ問題が、かい、あー、待った、黒い鎧を身につけた騎士が壁に、掘られている。これあれか、相手のことか。いっぱい襲ってくんな。ここメジマジシャンが現れた。オッケー、いいね。21。なんでだろう、右のやつの方がダメージ当たったなんだろう。18。これいいね、この杖いいね、これ。すごいいいよね。めちゃくちゃ良くない。なんかハイレベル上がった。さあ来ました、こっちに振っとくか。80ゴールドゲット。でもって知った、これ何があったらこんなことになんの。あった、これなんだ、パンじゃないのか。パンじゃない、パンじゃないか。トルネコの大冒険じゃないのか。え、なんだろう、ファイナルファンタジーっていうところの、あのタイタンが出てきたとこみたいになってるけど、地面がなんか大変。これなんか普通のことが起きた感じではないよね。何が起きたのか早く知りたいところではあるか。レジマジシャン。あ、MP がなぁ。MP が。でもこのゲーム、なんだっけ。敵に戦わなくても一応進めれるじゃん。結構逃げて、だから街までかん、うわぁ、待った、攻撃食らった。ナイス、ナイス、いいね、命を大事に。あ、待って、バッチリ頑張りにしててもあれなんだね。回復してくれんだね。頭いいじゃん。頭いいじゃん。15、OK。ナイス。120ゴールド。これちょっとここいいね。ほらもう831まで溜まってんだけど。こうサイリポップっていうの？あれあれだね。早いね、これね。傷を取らない。オッケー。
そうそうそう、そうあれ開いてる最中で一応敵襲っては来ない、襲っては来ないんだけど一応あいつ動くんだよ。これ便利でしょ、めちゃめちゃ便利じゃない、石つぶてのこう投げるやつ、これ便利だよね。これよかったわ。お、あの爪に振ってたら多分これ相当先だったよね、覚えるのね。序盤一番いいんじゃない、一番使えるスキルなんじゃない、わかんないけど、他がわかんないからあれだけど。80で持ってマップで、さあ宝箱発見。あそこどこに行くんだにゃ、待って待って、後ろか、待ったごめん、こっちか、こっちだこっちだ、やべえ、メーダがメーダがいたいた、外国物いたいたいた、待って、すげえ青さん12になったから70いくつか。最近さ、ファイナルファンタジーもやってるから、やっぱドラクエとのこの違いがあって面白い。ドラクエの方は結構や HP ってそんなにさ高くないからさ、ファイナルファンタジーって結構簡単にさレベル20ぐらいでもさ、あの800ぐらいいったりするのぐらいって、まああっちはね9999とかダメージ出るからあれなんだけど、だドラクエはやっぱちょっと結構シビアだよね。で持ってこっちが、分かったごめん、オッケー。これあれだろうな、これエンカウント的なやつでさ戦闘の切り替えが遅かったらちょっとストレスだろうな、ストレスだよね、すっごいストレスだよね。あれなんだっけ、どの作品がドラケンの中でも一番ヤバかったんだっけ、エンカウント7だったっけ、7だったっけ、場所によるんだったっけ、俺なんかすっごいなったよね、どこだっけ、違うか、ドラケン3のあれか、ピラミッドか、ピラミッドかよう知らないでピラミッドあれ絶対一生忘れねえだろうな俺、あれ絶対忘れんやろな、あのピラミッド界。15ルカナ唱えた、おお、やるねやるね。15経験値獲得で、もってこっちから行けば何もないね。メイダちゃん、あ結構あれだね、逃げれそうな気がしてなかなか逃げれないパティンやなこれ。あれなんか右とか左関係ないんだね、順番に。これブーメランあんのかな今回ね、欲しいよね、ブーメラン欲しくない、ぜないことはないよね絶対ね。待った、びっくり、あーびっくりした、一撃で殺されたんかと思ったよいやいやマジで、いやマジで一撃で殺されたんかと思った今。さあ宝箱発見、木の靴、木の靴、革の靴か、いいね、よし更新しよう、装備ナイス、よっしゃいいだろう。ちょこの格好がダサくてさ、ダサすぎだろっていうのあるでしょ、かわいそうだね、かわいそうなぐらいダサいだろう。さあ小さなメダルゲット、あーこの装備よこせ、でもね目だけだ、危ない、こいつらあれなんだね、魔物ってねあれなんだね、バカだからさ、あの一直線にしか来ないんだね一直線にしか来ないよね、来てないよね。ドン14、うわ強い、これミジンのこれなんでこんなクリティカルでも入ってんのかな、あの瞬間ダメージがえらいバラつくよね。15、いやちょっとこの杖は良かったな、節約になるだいぶ。ただね剣がねちょっと強いの欲しいかな、ちょっとねあの金の指輪かなんかを買ってきたい。ちょっとこれ動画終わったらもしかしたら一回戻ろっかなね、戻ってまだ続きそうだから、どっちだ、はい、なんか未発見、よし倒すか、倒さないと多分本でなんかが書いてる、うーさあ切った、クギュが食った、クギュいいね、20、なんか石なんであんなばらけんだろうね、ダメージね。13、ポミスライムを倒した。18、そこの本になんか、なんか書いてそうじゃない、なんか本棚になんかありそうじゃない。10、あー1回復した。24、
よし、オッケー。でもってなんかここになんかありそうな気がするんだけどな。日記とかで書かれた本がある。青さん手に取って読んでみた。戦場セントシュタインという国よりはるばる使者が参られた。これから交流が盛んになるだろう。え、セントシュタイン城にやられたのもしかして。ちょっともう本ぐらいゆっくり読ませてくれよ。まさかのね、思ったって俺でも一生思ってたんだ。あの王様の慌てっぷりあるじゃん。もしかしてセントシュタインがなんかやらかしたのかなみたいなさ、わかる、奇襲があったとかさ、いやなんかありそうじゃない。いやわかんないんだけど、超動くよねこれ。ほんと動くよねこれね。これ戦闘超動くよね。3のダメージ与えた。11、弾き返した。弾くっていうのもあるんだね。やべあもうなんだ、弾いたりかわしたり、もう誰かってもう倒してくれやもういいから。7ダメージ。ちょっと本ちゃんと読ませて。なんかあるでしょこれ。待って待って、紙切りを見つけた青さんは手に取ってみた。何かの目の前で迷った時は画面、上画面のマップを見よう。はてなはてなのことなんだろうか。なんだどういうこと、迷った時は上画面を見ようって。特に変わった本はないようだ。ルディアの風結婚式の手引きと書かれた本がある。青さん手に取って読んでみた。ルディアでは結ばれた二人が踊るダンスこと式のメインイベント。恥をかかぬよう気をつけましょう。特にちょっとさ待って、いやもう一回本読みたいんだけど、ちょっと待って、これさ見て、これさ本屋じゃ、セントシュタインという国よりはるばる使者が来たってことは、セントシュタインの王様が知らないってことはまあないわな。まあないっちゅうことやな、普通に考えて。やめて、ちょっと待って、ちょ早いんだなあいつらの方が。ちょっとこいつらの方が早いのか。なんだろう、何があるったんだろう。これ気になるね、気になるね。まださ、なんだっけな、ドラクエのさ、なんつったらいいのかな。例えばさ、7だったら結構暗い話が多かったじゃん。で、8はなんだろう、なんて言ったらいいんだろう。難しいな、8のジャンルってどういうジャンルなんだろうね、あれね。一言で言うと。まあ、出世の秘密的な感じなのかな。結構まあ8って結構人が結構する、結構、あ、死ぬ、結構死んだよね、考えたらね。あ、8って今思うと結構人死んだよね。うるわしのキノコでもって一旦外出る。どこから出れんだこれ。あ、まっすぐ行けばよかったのか。鍵がかかっている。あ、一回外出るか。さあということで、いか外出るんだけれども、こっちは何かあるのかなと。あ、外出てきた。上にも上がれんのか。ここなんだろうな、どこだろうね。待って、あっちに階段、鍵がかかってたけど開けれたね。キメラの翼、ここどっかの2階なのかな。あ、出てきちゃったね。さあということで、今回はちょっとこの辺で終わりたいなと思います。なんかね、なんかセントシュタインとなんかあったのかなと思いますけども、今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもよろしくお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。